はい、はい、どうもペンギンです。キングダムハーツ2実況プレイ続きやっていきます。ここに行きたいので、またシューティングサンライトストーム、シューティングから行きましょう。そうか、通ったばっかりというか通ったことないところをやるの久しぶりですもんね。攻略本とかもアルティマニアにはなんかディープジャングルっていう名前がなかったので、ディープジャングルじゃないんかもしれんですけど、そうか、バツボタンで久しぶりにこのシューティングやるからちょっと忘れたんだ。バツボタンでローリングですね。裏側入って倒しましょうって、このシューティングでだいたい5分ぐらい、7分とかかな、長くても7分ぐらいやと思うんですけど、ちょっとね動画収録をサボってまして、アップロードはまあほぼほぼ1日1動画ずつぐらいでアップロードはしてたんですけど、1週間ぐらいね、ちょっと取りためをしてサボってたんですよね。なので若干操作がおぼつかないというか、こう自分の中で納得いく操作ができてないっていうのが現状なんですよね。やべえ、めっちゃ飛んできおる。倒したか、よし、めっちゃもらった。マテリア組か、アルテマに見えるんですよね、マテリアが。下から湧いてくるかい。来年2018年は多分キングダムハーツ3やってるんですかね。どうなんでしょうね。2がね11月中に終わればいいんですけどね。なんか2が11月中に終わればバースバイスリープもうなんか12月中に、年内中に始めれるに、初めてまあラスボスウェイはいけるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、多分オリンポスコロシアム2もやり始めたら、なんかアルティマニアこう見てたらオリンポスコロシアムの最後の敵というか、まあ最後の一番難しいモード、ゲームモード、なんかレベル99マックスでも厳しいんじゃないかみたいなことをアルティマニア書かれてたんで、なんかすげえことになってるけど、こいつはどこを攻撃すればいいんだい、真ん中かい。やべ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 、なんか一気にグラディウス感が増したけど、 3D なんで全然グラディウス感ないですけど、もしこれ平面やったらめっちゃグラディウス感がしますね。タオさん族強行突破したね。基本組シップのミッション2とかはやらないです。やる気はないです。大体4分ぐらいか。プライドランド、やっぱりディープジャングルじゃない、プライドランドって。いや違うわ、ディープジャングルじゃねえわ、プライドやもん。白なまってたやろこれ、白なまただって聞けるかな。ほら、ほら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 、シンバやろこれ。あった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 。あのライオンキングは僕なんか実家にビデオがあって、
週に1回ぐらいで見てたんですよね。なんか小学校上がる前ぐらい、上がる前ぐらいの時にありました、ありました、こんなシーン。あったあった、こんなん。スカーですよね。スカーに確か落とされるんですよね、お父さんが。おるやん、ティモンとプンバこんなんでしたっけ、ライオンキングって。そうか、ディープジャングルじゃないんか。お、ちょっとかっこいい。でも、気味が悪い。ハイエナ？ハイエナやっけ？こいつら名前ないんでしたっけ？ハートレス？違うみたいだよ。ここの住人たちかな。僕たちは怪しい魔術ではありませんよ。ちょっと待てよ。あんたたち腹減ってないかい。悪い、俺たち何も持ってないんだ。全然問題なし。もしかして僕たちがごちそうってことかな。お疲れさん。スカーが呼んでるぞ。無視してみる。ダメだ、これ以上機嫌が悪くなっちゃたまんないぜ。よくわからないけど助かった。これ歩きにくいんだけど。早く食べてよ。コツがあるんだ、教えてあげるよ。グーフィーって昔は二足歩行だったんですかね。お、早い。動きが機敏や。これが、宝箱になるんか。これがでっかい宝箱。サバンナの地図と。そうアイテムで思い出した。武器が増えたんですよね。あ、もうこの防具の時点であれやね、ドライバー使えませんよ状態か。ポーションも10個あるし、なんとかなるでしょう。魔法は使えるよね、うん。今の空の姿を見たら、カイリュウもきっとびっくりするよ。かわいいとか。でも、そんな姿になれたのも、空の不思議な服の力なんだろうね。その世界にあった服か。4本足だし、この姿だと戦い方をだいぶ変えなきゃね。でもこの姿でしかできないこともありそうだから、いろいろ試してみようよ。そうか、ライオンキングか。あの骸骨、怪しいぞ。どうする？
任せろ。へえ、ハートレスもこんなデフォルメされるんですね。強い HP がひたすらに多いぞこいつら。ちょっとはまった。よし倒した。強いぞこれ、ダメージ量が半端ない。痛い。ロデオ、もし人の形をしてたらっていうかな、人間やったら何でしょうね、パイルドライバーみたいな。あ、危なかったね。ここにはハートレスがたくさんいるの。ハートレス、今の怪物のこと？私にはわからないわ。こんな綺麗な声やったっけ。ここはプライドランドの外だからよく知らないの。プライドランド？ねえ、そこにはリクってやつ来てないかな。黒いフードを着た悪いやつらは？もしかしてピートって乱暴なやつは？とりあえずそこへ行ってみようか。プライドランドは危険よ。スカーがハイエナと手を組んで私たちひどい扱いなの。それにハイエナがたくさんいるから獲物が足りなくなってみんな苛立ってるし。少しくらいの危険は大丈夫さ。俺たちの力見ただろ。そうね、あなたたちならどうにかしてフライドランドを救うことができるかもしれない。スカーとハイエナを追い払えばいいのかな。スカーと先代の王ムファサの死後に後を引き継いだの。ってことは今はスカーが王様なんだ。俺たちに王様を倒せっての？ちょっと待って、いくらなんでも王様を倒しちゃうのはまずいよな。王様より俺たちが強いってことになったら次の王様やってくれとか言われたりして。そらもちろん断るけどな。うん、でもプライドランドへは行きたいし、とりあえず力を貸すってことでいいよな。調子に余裕がないけど。先に行って仲間たちに知らせるってさ。プライドロックっていう大きな岩に来てくれって。プライドロックか。お、全回復した。やった。プライドロック。マジか、普通にハートレス出てくるやん。弱いけどさ気になるやん。ある意味なんか異物混入みたいな、気になるじゃん。移動スピードがめちゃくちゃ速いんですよね。これどうやって取るんやろう。なんか引っかかって取るとか。よいしょ。こうめっちゃ速いんですよね、こう走るスピード。この辺からポーンと飛んだらこの上乗れて、そんなはずもないか。こっちからジャンプするんかな。新しいハートレスかなこれ。あ、なんか頑張った取れそうやった、さっき。ちょ、頑張ってさ、ドナルド取ってきてくれんかな。よっ、届かんねえ。諦めるか。いてつくませきか。なんかこのタイプのハートレスは多分強くないので、サクサクっといっちゃいますけど。早いな、にしても早い。これはね、取らんといかん。これは取らんといかん。くそ、これは取らんといかん。こう叩くたびにシャン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 っていうのがいいですね。
ライオンキングはね、あの大西ライオンのイメージが強すぎてね。こっちは戻る道か。ちょっとあの早いんで多分酔うんじゃないかな。ぐる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 。これ取ったっけ？取ってない。すごいね、グーフィーの移動の仕方がすごい。高速スピン、よし、わー、サバンナ高速スピンやった。でね、なんかドナルドがポケモンのキャモメに見えるんですけど、色味っていうんですかね。キャモメとかペリッパーってこんな色してますよね。まあ、もしくは動物の森であの手紙配達してくれる鳥いましたよね。僕が動物の森やってるのは確か動物の森 E プラスかなんかやったと思うんですけど、ただっぴろいな。なんかここボス戦来そう。あ、こいつ強いやつや。後ろに回り込んだらコマンドが出るんか。いて、よし、で頭がなくなって攻撃がしやすくなると。よし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 。上と下いけるけど、まあ上からいくか。こいつらはね強くない、強くないけど鬱陶しい。やべ、ダメージ食らいすぎ。っていうかさ、敵スーパーマンついてる時ありますよね。プライドロックやっけ。おったおった、あんなじいちゃんみたいな。どうかしら。な、何？どういうこと？あなたたちがプライドランドを救ってくれるかもしれないってラフィキに話したの。あなたたちではダメなんだって。プライドランドを救う者は次の王になるものだ。それには王としての素質がないとダメだって。ってことは、そらじゃ王様は無理ってことだね。はあ、せっかく来てくれたのに。いやいいんだ。スカーに見つからないうちにここから出た方がいいわ。本当にごめんなさい。じゃあ帰りますか。なんかあるかもしれん。取れる？これ、上から落ちてくる以外ないんじゃない？セーブポイント欲しいんですけどね。話はできる。この奥は王の間と呼ばれる歴代の王が住むところだったのだが、今や王の名を振りかざすだけの者がいる場所になってしまったのじゃ。ここでね、シンバを掲げるんですかね。これは、あ、こっちに行ったらいかんってことか。多分ね、こっからジャンプしたら届くんじゃないかな。ちょっと照準を合わせて。はっ、よし、取れた。やったやった。よっ、お、地図。じゃあ出ますか。ここもなんか行けそうやけど、あ、行ける。お、やった、全開全開。
ライオンが描かれている。あ、あったあった。あの猿、猿、猿言ったらあれですけど、あの猿のじいちゃんが描いてましたね。お前ら、さっきは食べ損ねて残念だったわ。目がいっとるよね。ほら、スカー様のお出ましだぜ。あ、ピート。ここで何してるんだよ。そんなことより自分たちの心配をした方がいいんじゃないのか。そうわ、助けて。さてメスライオンたち、狩りに行ってくる。いくら狩りに行ったってここにはもう獲物がいないのよ。獲物がいない、こいつらは何だ。獲物じゃないって生きがいいんだ。あとは任せたぞ。あ、逃げて。行きましょう。巻き込んでしまってごめんなさい。気にしないでよ。仕方ないよ、空に王様は無理。やってみなくちゃわからないだろう。やっぱり王様になりたかったんだね。それはちょっとはねえ。なら、なら、いつお前ら自己紹介したよ。他には王様候補はいないの。いたけど子供の頃にヌーの暴走に巻き込まれて死んでしまったの。先代の王ムファサの息子よ。シンバがいてくれたら。シンバは元気にしているはずだぞ。1年前俺たちと一緒に戦ってくれたんだ。そうそう、召喚獣としてね、生きとったんですよね。それはわからないと。シンバは生きている。もっとシンバのことを聞かせてくれる。それじゃあスカーたちに見つからないようにヌーの谷を越えましょう。そこまでは追ってこないと思うわ。ヌーの谷か。そうそう、1年前、要するにキングダムハーツ1の世界ではシンバは召喚獣として登場してたんですよね。もっとドナルドがかわいそうなことになっとったんですけど。お、こいつらファイヤー、サンダー系か。ファイヤー系は嫌というほど見たけど。その顔は。もっと気楽に楽しく暮らそうぜ。うん、何考えてるんだ。当ててやる。昔のことだろ。うん、はぐらまたた。お、聞ける、もしかして。あ、そんな感じでもない。まったくでかくなりやがって。いいね、ティモンとプンが。俺たちが助けてやった時はこんなだったのにな。あの、どうでもいいんですけど、ティンバって、あの、トランペットを吹いてる桑名正宏でしたっけ。あの人に見えません？そのイメージがないっていうのは、あの、バカ殿のジーヤの人？あの人に見えません？
なんかそんな気がするんですよね。多分子供の時はずっと兄とんなって思いながら生活をしてきたんですけど。俺たちには無理。確かに王様にはなれないわね。何？気にしない気にしない。おいおい、ボソッと、ボソッと言われたぞ。さあ頑張って。グーフィーがいけたらいけるろ。お、ダッシュ。アビリティダッシュ。そう、アビリティもね、大量に覚えたんですよね。なのでね、いろいろちょっとまた編成をしていきたいところではあるんですけど。ダッシュってどこ？どこにある？ダッシュって。ライオンか。四角を押しているときに高速で移動できます。取りたい。四角か。特に制限とかもないんやね。ブレーキにめちゃくちゃ時間がかかりますけどね。当たんねー。とりあえず攻撃してって経験値稼ぎましょうや。クラウドモードでやったらオリンポスコロシアムできそうにないんですけどね。こんな調子だったらオリンポスコロシアム多分無理ですよ。サンダー系か。ファイヤー系よりかは倒しやすいかな。ここもまあなんかこう入り組んだところがなんとも意地悪な。レベルはね、今44とかなんで、シナリオ的には中盤に当たるんでしょうかね。どうなんでしょうね。なんかエピソード2があるっていうのと、まあ、全部の鍵穴は閉めていくつもりなので、閉じていくつもりなのでやりますが、これオリンポスコロシアムがネックになるのかな。夜明けのピースもだいぶ集まりましたね。まあ、ピース集めもしていかんといかんのですけど、ピース集めと、なんでしょうね。クリア直前、いや、一回ラスボスは多分倒しに行くと思います。多分ね、二回倒しに行くと思います。いや、どうやろう。いや、二回倒しに行くかな。あったあった。原作というか今ありましたよ。シンバも一緒に死んじゃったって聞いてたの。誰がそんなこと言ったの？スカイ。迷わず進め。もしかしてシンバが。ソラ、行きましょう。待って。
でもそんな話でしたっけ？そんな話やったんやろうね。いや、戻ったら宝箱があるんじゃないの？ない？この岩の影とかにない？ない？大丈夫。ピースが取りたい。よし。いて。ここは落ちることはなさそうですね。これ落ちんって分かっとってもなんかちょっとこうゾッとするような高さですね。あ、敵かと思ったらグーフィーやった。え、敵に見えるんですよねグーフィー。ちょっとね、色が奇抜すぎてね。いるじゃないですか、奇抜な色のハーペルスって。すーげー敵に見えた。一生懸命叩きよった。申し訳ない。で、これも夜明けかな。夜明けのピースもだいぶ集まってきてるんですかね。あー、こいつらが強いんよな。ライドするかな。ラピッドブローってのがある。乗れそう。あ、やばい。危な、死にかけた。よし、乗れた。あ、首がもげるんや。首がもげるんやっていう表現はどうかと思いますけど。とにかく首がもげるんや。よし、倒した。ジャングル。あれ、こいつ首あった？なんか元からないんじゃない？こいつ。なんか上に乗っとったね。ラッキー、回復してくれた。満たされる魔石。おっ、取れない。あ、上に乗っとる。これ奪えんじゃん。ライドンタイムできんやん。なんかめっちゃ合成アイテム拾うんですけど、合成できるほどその種類が揃わないんですよね。これこっからジャンプかな。ほっ、よっしゃ、来た。ダッシュ使いながらジャンプやね。こいつから横取りとかないのかな。そんなギミックないか。よし、でもなんかあんまり強くないぞ。気のせいかな。そうそう、ワンの時もね、雄たけびやったような気がする。お、俺だよ、ソラだよ。ドナルドとグービーも一緒だ。ソラ、ドナルド、グービー。ああよくわかるよね。みんな一体どうしたんだ。フェアリーゴッドマザーを仲介してやっただけなのによくわかるよね。シンバ、助けてくれ。俺たち食われる。ティモン、ブンバ、ジャングルで何かあったみたいだ。友達を助けなくちゃ。ティンバーって言ってね。手伝うぞ。ティンバーじゃないの。ティモンとブンバやもんね。ティモンとブンバ、ハクナマタタやもんね。ブンバーがその桑名正宏っぽく見えるんですよね。あー、クソ、取れんかった。絶対取り方こうやねんな。
ダッシュしながらジャンプやもんな。それ以外考えられんもんな。嘘や、取れん。なんで、なんで高さバッチリやん。ほっ、よし、取れた。ちょっとポーション補充しましょうか。あ、なんかある。買ってあげよう、買ってあげよう。あ、魔法力がない。ない、いらんか。で、ポーションが、トータルで、いや、ストック20個欲しいな。テントとか使わないんですけどね、僕。で、アイテムで、ドナルドを、魔法力、上げとく？で、ここから、グーフィーも。あ、でも騎士の盾が強いな。てか、騎士の盾強いな。じゃあ、オーガシールドか。あ、強いな。改造なんですけど。すげえ改造なんですけど。まあ、いっか。ちょっと合成アイテム預けておきましょうか。なんかくれる。あ、来た。パワーアップ。やった。パワーアップ、ガードアップ、マジックアップ。いいね。レシピでもね、僕全然集めてないんで、増えないんですよね。おそらく前作同様、アルテマウェポンって合成なんだろうなぁとは思いますけど。んで、ティモンとプンバーの、叫び声が聞こえたので戻ったらいいんかな。シンバ待って。奈良だよ、知り合いだろ。なら、僕だよ、シンバだよ。シンバ、本当に生きてたのね。うん、こんな描写もあったような気がします。一体どうなってんだよ。ふにゃー、大丈夫だよ、みんな僕の友達さ。ってことは俺たちを食わないってことか。本当は俺のこと豚みたいに食う気だろ。食わないけど豚だろ。イノシシじゃない。イノシシじゃなかったっけ。悪いけど二人にしてくれる。そうなると思ったぜ。お願いシンバ、プライドランドへ戻って。ソラたちに助けてもらおうと思ったけど、やっぱりあなたじゃないとダメなのよ。僕にもできない。どうして。ハクナマタタ、やり直すことができない過去なんか忘れて楽しく暮らした方がいいってことさ。シンバ、ハクナマタタ、ハクナマタタ。シンバは変わってしまったわ。ハクナマタタなんですって。ハクナマタタか、そんな意味あったんですね、ハクナマタタって。ちょっと時間が若干まあな長めなんですが、一旦ここで終わりにしたいと思います。次回多分スター倒しに行くんかな。どうやったっけな、全く覚えてないんですけどね。まあよかったら続きも見てください。
ペンギンでした。